猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。芦ノ牧温泉駅のアイドル駅長猫ラブとは、芦ノ牧温泉駅の2代目名誉駅長猫ラブ。会津鉄道芦ノ牧温泉駅の駅長猫で有名なラブは可愛らしいラブという名前ですが、メスではなくミバオスです。名前からしてメスを連想してしまうかもしれませんが、オスですので、駅長猫のラブさんに失礼のないように、小名誉駅長で初代駅長猫のバスはミックス猫でしたが、二代目駅長猫のラブはアメリカンカールのイケメンさん。好きな食べ物は、チャウチユカラルと稲葉小ミックスだそうで、両方ともなんと、稲葉、です。もしかしたら、稲葉、からしい M のオファーが来るかもしれませんね。誕生日は4月10日で2016年現在2歳の若者猫さんです。ツイッターもあり、可愛い駅長猫の画像が見られますよ。ツイッターラブ駅長&バス駅長さん。https://twitter.com/芦ノ牧温さん。駅長猫ラブ1周年記念ヘッドマークおざと露天望列車。おざと露天望列車とは、駅長猫ラブのヘッドマークを設置した、おざと露天望列車は、会津若松から会津田島を、1日に1回の運行、往復、を行っており、列車内がお座敷になっているというネタ的なものだけで終わることはなく、会津で有名な塔の絵釣りや、普段の生活では、決して見られない会津ならではの美しい絶景を眺めることができるのです。米印画像、お座敷車両と展望車両。おざと露天望列車は貸し切りが可能。他にも、このおざと露天望列車はなんと貸し切り運行が可能ということで、絶景を眺めながら宴会としても利用が可能とのこと。会津の絶景を眺めながらのお酒とは何とも風流ですね。何か企画を考えている人にはぴったりです。米印、貸し切りには条件がありますのでお問い合わせください。23日から3日間クリスマス仕様のサンタ列車、運行。12月23日から25日の3日間の運行。駅長猫ラブのヘッドマークを設置したおざと露天望列車は12月23日からクリスマス仕様となり、クリスマス仕様での運行が行われます。この企画は毎年恒例となっているイベントで、当日にはゲーム大会やプレゼント企画も用意されているとか。お座敷と露天望列車でクリスマスを過ごすというのも楽しい思い出になるかもしれませんね。米印、要予約。駅長猫ラブの1周年記念ビンゴ大会も開催。ラブ駅長1周年記念ビンゴ大会日程。
24日のクリスマスイブには、芦ノ牧温泉駅の駅長猫であるラブ1周年記念のファン感謝ビンゴ大会も開かれ、素敵な景品が用意されているそうです。駅長猫のラブからクリスマスプレゼントをもらえるチャンス？このイベントは駅長猫ラブファンには見逃せない企画ですね。嬉しいことに、なんと参加費は無料とのことです。ついでに茶をチユカラルと稲葉賞ミックスを差し入れとして持っていくと、ラブ駅長に喜ばれるかもしれませんよ。